ドドームのファンサービスでニュージーランドのリトルモンスターからも温かい歓迎を受けました。タレントの小倉優子さんが会談の第一子を出産しました。去年10月ヘアメイクアーティストを男性結婚した小倉優子さん、昨日第一子となる元気な男の子を出産したことを発表しました。小倉さんは生まれてきた子供を抱いた時はこれ以上ないくらい幸せな気持ちになりましたと喜びのコメントを発表しています。サッカー日本代表香川真司選手の超名門クラブへの移籍が発表されました。イングランドのマンチェスターユナイテッドが公式ホームページで香川選手と移籍について合意したと発表しました。マンチェスターユナイテッドはリーグ史上最多19回の優勝を誇る超名門。今後メディカルチェックとローマン許可証の発行を受け、今月下旬までには正式契約する見込みです。オウム真理教の特別支配官高橋勝也容疑者が川崎市内の勤務先から数日前に姿を消したことが分かりました。神奈川県川崎市内の金融機関では一昨日、偽名の口座